チューニングだけしとくわ。っていうかあれ知ってる？最近なんすか？めっちゃ話題になってちょっと人おれへんからさ。はい、あ、この状況全然いないっす、ね、俺曲作ってきて、新曲。新曲？うん、え、この感じのタイミングで新曲歌うんすか？うん、日向に聴いてもらおうかな、最一番先に。あー、うわ、それは嬉しい、めっちゃ嬉しいです。一応タイトルがあんねんけど、はい、渡部さん。渡部さん、渡部さん、結構トレンドとか入って話題。いや、なってるな。だから俺ちょっとそれからピンって。それ大丈夫なんですか？だからまあ世界にいっぱいいるっぽい。あ、まあそうですね、僕の思ってる渡部さんかなとは思うんですけど。まあまあ聞いてみてや。だ、誰も聞いたことないから、これは。いや、めっちゃ嬉しい、それは。よし、ほんなら歌おうか。じゃあ聞いてください、メロシンで新曲渡部さん。渡部渡部、こんな騒動起こしてしまい、そうですね、それに関しましても大変申し訳なく思っています。こんな騒動起こしてしまい、そうですね、それに関しましても深くご愛に申し上げます。必ずまたみんなの信頼を取り戻すから。大島さん、いや、小島だよ。ファンの皆さんと僕と小島さんはいつまでもあなたを待っています。ファンの皆さんと僕と小島さんはいつまでもあなたを待っています。こんな曲を作ってしまう最後にあやべ言った。ちょっと待ってくださいよ。え、アンジャッシュやないですか。そうやね、新曲これ。そうそうそう、ええ曲やけど。うん、まあいろいろあると思うよ、はい、その生きとったらな。はい、うん、やけどまあ俺はもうできることって歌やから、はい、歌で何とかこう、まあ、伝えたい。うん、まあ誰でもそのな、いろいろあるからさ。うん、別にその賛否いろいろあると思うよ。うん、やけどもう俺は俺ができることして歌を作って、その歌を歌う。それでみんながどう感じるかどうかはみんな次第やな。だから動画も一緒やで、俺がいつも出してる動画をな、自分の心が曇っとったらな、そんな風にしか見えへんし。でもやけども自分の心が澄んでいたらな、もうそれがそういう綺麗に見えるねん。自分次第やね、何でも。そやねん、それは確かにな。実際に俺が動いてやってることやから、いろいろ。そうそうそう、それを見てどう思うかはあなた次第ですよ。それでは D さん、又吉でした。ちょっと待って、もう止めて、もうええやろ、セカちゃんのノリやん。セカちゃんやね、こんなん。セカちゃん行きや。渡部さん頑張ってください。まだコント楽しみにします。ほんなら。